きですえー、今回はですね、イーサリエム最強説ということで、イーサリエムが、ね、いかにすごいのかっていうところを話していこうかなと思います。でイーサリエムなんですけども、僕も、ね、結構大量に持っていて、でね、動画を見ている皆さんの中にも、イーサリエム、ね、大好きな人とか、えー、イーサリエムすごい、イーサリエムこそ、えー、地下総額1位になるでしょっていうふうに、ね、思っている方も多いと思いますけども、なんで、ね、イーサリエムはすごいかっていうと、その、 まず、使われてるっていうところで言うと、ICO でイーサリアムベースっていうところがね、一番実情として、イーサリアムの実情として実際に使われてるところで多いのは、ICO で ERC20 って言って、要はイーサリアムベースのコイン、要はイーサリアムをパクって作ってるみたいなことがね、要はそれがイーサリアム使われてる原因ですね。プラス、そこで対して ICO に参加するときにイーサリアムに参加することができる。ということで、できるというかイーサリアムでしか参加できないっていうことの方が多い。 ですので、かなりイーサリアムの需要は多いっていうわけですね。もちろん、ビット、ICO の時にビットコインしか受け付けてないっていう時もありますけども、基本はね、やっぱりイーサリアムが多いわけですよ。まあ、ですので、えー、かなりね、このイーサリアムっていうものは、えー、ICO に参加する際とかに購入されたりとか使われているっていうところで、えー、かなりの需要があると。いやビットコインとかよりも、まあ、そういう部分でいうとイーサリアムの方が使われているんじゃないかなと思います。 で、送金の速度もえまあまあ速いですし、手数料とかもそ,そんなに高くないですし、ビットコインとかに比べればね、最近はまあビットコインも送金手数料も送金スピードもねそんなに変わらないですけど、イーサリアムはそれよりも速いっていう気がします。だし、そもそも、やっぱりそのイーサリアムってものの機能、う、ん 運営側の考えとかね、マーケティングを見ても、間違いなくイーサリ r ムは今後ね、価値上がって、今の段階でもイーサリアム2 0万ぐらいあってもおかしくないんじゃないかなと思いますけど、なぜかね、8万円とか、4月の頭とか3万円ぐらいまで下がってましたから、3万いくらとかね。えー、その時に僕も買い増ししましたけど、あのー、間違いなく、ね、イーサリアムっていうものは、えー、一部のね、その、期、え、間、ー、投資家の話だと、年末まで百160万円になるとか、100万円超えになるとか、 えというふうに言われてますけど、僕もね、100万円ぐらいになるんじゃないかなと。まあ、ただその、ビットコインが今の価格100万円とか90万円のままで、イーサリアムだけはドカンって上がるっていうことは、まあ、それもあり得るかもしれないし、イーサリアムあ、ビットコインが上がれば、比例して、例えばビットコインが200なれば、イーサリアムも例えば50万とか、うんえー、ビットコインが、えー、300万、500万とかなれば、イーサリアムも、えー、比例して、 えー、万ととかかにになななるるいいいいう可能性は大いにあるんじゃないかなと思います、まあ、ですのでその、何も買ったことがないっていう人は、まあ、特にねイーサレムをおすすめします。えー、最初に買うときはね。ビットコインかイーサレムだけども、えー、実際にその、えー、仮想通貨でお金を稼ぎたいんだったら結局 ICU に投資するっていうのは一番なので、まあ、そういったときに、えー、イーサ r e ムを、えー、結局ビットコインを買ってビットコインをイーサレム m に変えるっていうときに、ここで手数料かかっちゃうんで、それを考えるんだったらやっぱり、 ビットコインからイーサリアムに変えるよりも、最初からイーサリアムを買って置いた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、その方が手数料的にも安いですし、結局ビットコインで、なんて言うんだろうな、IC、U、に参加できるっていう時は、大体イーサリアムで参加できるんで、だったらイーサリアムの方がいいよねっていう形です。プラス、結局今後の伸び率を考えた時に、例えばえビットコインが1000万になるっていうね、ところを考えた時に、 じゃビットコイン、それ10倍ですけども、たビットコインが仮に年末までにとか、1年以内に1000万になるってことがあれば、1ビットね、それが1000万になるってことがあれば、イーサリウムは間違いなく10倍、今の10倍、80万円ぐらいとか、で止まるのかって思うと、たぶんそれは軽く超えていく。1ビット1000万だったら、1イーサリウムあたり200万、300万ぐらいいっててもおかしくないんじゃないかなと思います。では、その市場規模になったらね。 爆上がりしていくんじゃないいかななと思いますん、まあ、でかっていうと、それぐらいイーサリアムの方が、えー、実情は大きい、ね、プラス性能もいいということで、プラスそのイーサリアムを作ったビタリックさんが、えー、今後ね、えー、またイーサリアムに新しい機能とか実装していってイーサリアムの方が本当にその全仮想通貨の中でも本当に有利な状況になっていけば間違いなくそのさらに価値は上がっていくんじゃないかなというふうに思います。まあ、ですのでね、イーサリアム え最強なんじゃないかなと。えー、僕は前から思ってますけども、えー、なんでこんなにイーサリアムね愛称で使われてるのにイーサリアムの価値はこんなに低いんだっていうことが、えー、疑問でしょうがないんですけどね。うん、まあでも、間違いなくねイーサリアムの価値は今後上がっていくと思います。だから本当に今でも8万円ぐらいですけど安いし、まあ、4月の段階から考えるともう2倍とかになってますけどね、3、4万でしたから、今7、8万だからね。えー、もっともっと、ね、上がっていくるんじゃないかなと思います。全然その、 えピーク時、いくらまで行ったんですかね ?2、30万とかまで行きましたね。3、40万まで行ったんですかね。1月、2月とか。えー、ちょっと忘れましたけど、ビットコインキャッシュとね、えー、ちょっとね、ごっちゃになっちゃってるんで、ちょっと、えー、定かではないですけども、まあ、それぐらいは行ってたんで、2、30万とか、3、40万は行ってました。2、30万かなは、えー、行ってたんで、絶対にで。それ以上とかは軽く今年は超えていくんじゃないかなと思いますので、今8万円ですから、えー、20万円だとして、えー、2倍ちょっと。 30万円とかなれば8万円だとすると3倍以上ですかねになっていきますのでまあ行くことはね僕は本当に行くと思ってますですから大量に持ってるんですけどあのそういったことがあるのでぜひねまだ購入されてない方とか持っておいた方が、うん、仮想通貨で儲けるときには相 c に参加するときにイーサレム必ず必要ですのでイーサレム m をマイ s a レットに移しておいてそこから仮想通貨相 c に参加するっていうことが9割方そうですので えー、イーサレムと、えー、いうものね持っておいて、まだ持ってない人は持っておいて、えー、で、今、持ってる人はもうガチホで行 <laughs> ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。もちろんその有望な ICO とかあれば、イーサレムとかで投資した方がいいと思いますけどね、うん、まあ間違いなくイーサレムは、本当に機能面とか言ったとし言っても、えー、いろんな面でも、知名度っていうところでも、えー、かなり、ね、上位ですので、えー、今後、ね、ますます期待が高まっていくんじゃないかなと思います。 ということで、今回はイーサリアム最強説を話させてもらいました。ぜひね、今回の動画いいなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録していただければなと思います。あとね、こちらの動画説明欄の方に僕の LINE アットもありますので、ぜひね、そちらの方も登録していただければなと思います。僕の LINE アットでは仮想通貨の情報、仮想通貨で稼ぐ情報、そして i c o の情報など、たくさん仮想通貨に関係する情報、稼ぐ情報などを 配信していますので、えー、ぜひね、えー、僕のラインアットも登録していただければなと思います。えー、それでは、えー、今回の動画は以上になります。ご覧頂きありがとうございました。